もう一つパリの今回の襲撃に関してはいろいろとこれはさくらさんのメッセージにもありましたけれども一筋縄では判断できないような様々なことがございますでその中でウォルフレンさんという私が尊敬している、えー、オランダのジャーナリスト素晴らしいジャーナリストの方が私に手紙をくださいましてその中で ポール・クレイロバーツさんという方が書いた、これはウォール・ストリート・ジャーナルの編集者の方なんですけれども、この方のお話の中に、愛するって日本語じゃないんですよ、イスラム国とはなんだと、明白にイスラム国というのは CIA によって作られたものだと。 いうしたが書かれていて従って今でもイスラム国というものは部分的にはワシントンからのサポートを得たりいやワシントンに依存しているんだとでこういうワシントンに依存しているという状況の中で、えー、起きた話だという ことでありましてねパリの襲撃がただ単に愛するがじゃあなんで自爆テロを行ったのかこれはアメリカからを信じている人イスラム国の人たちがある意味でアメリカ憎しではなくてアメリカの言うことならばということで自分たちでああいう行動をしたという可能性があると。 じゃあアメリカやあ,あるいはフランスは何でこういうことをやってメリットがあるのかとイスラム国にとってはそのことで、えー、例えば避難民の動きがなかなかうまくいかなくなるとかですね要するに国境の警備が厳しくなるとか言ってイスラム国にとっては決してプラスではないようなことをじゃあなぜ行ったのかじゃ誰がこれに対してメリットがある人たちなんだというと今 例えばアメリカでもトランプさんが人気が出てるとかですねフランスでも現政権がどうも危ないというような状況でそういう中で一番利益を享受できる人たちが何らかイスラム国と組んで行った可能性があるのではないかということを言って おります事実か能かわかりませんし、亡くなられた方々に対して、それはみんなご冥福をお祈りするのは言うまでもありませんが、どうもイスラム国が単独でどことも連絡なく行ったというふうに、考えにくい部分がいろいろあるなということだけ申し上げておきます。えー、時間が参りましたので 取り留めのない話になったと思いますが真実というものが必ずしも目に見えない時が多いと、私もそうした時に真実が目に見えないことで結果として短命政権に終わったということになったのかもしれません依然しても日本の将来を考えた時に皆さん方が 真実を探求する気持ちを常に持ち続けていただくということは大変大事なことだと思っておりますので、えー、皆さん方がこれからもワールドフォーラムを大事にしていただきたいと思いますもう一つだけ言うと世界 UI フォーラムというのを私が開催しておりましてワールドフォーラムと似てるじゃないかというふうに <laughs> 世界というとワールドって同じだと思いますが世界 UI フォーラムというものを 2ヶ月に一遍ほど、私ども開催をしております、鳩山会館というところで行っておりまして、もし皆さん方の中でご関心のある方は、ご入会をいただければ大変ありがたいなと、勝手なことをお願いをしたような形になりましたが、私からのまずは報告といたします。